自分のエレクトリックバイクを売りに出してみました。結構いいんですけど、場所を取るっていうのと、まあ、これ折りたたみもできるんですけど、ここあのハンドルも折りたたみができて便利なんですけど、1ヶ月ぐらい乗った時に電動一輪車を買いまして、電動一輪車がめちゃくちゃいいんで、これを売ってまたもう一つの電動一輪車を買いたいなとかって思ってる今日この頃ですね。まあ売れるかどうかわからないですけど、今日は日曜日なんで結構人がいるからもしかしたらとかって思ってますけど、まあその間このカニさんスケートでもやろうかなみたいな感じで思ってますね。周りがこんな感じです。皆さんね、夕焼けとかこれから見に来られると思うんで、たくさんの人たちがいます。散歩をする人とか、食事をする人とか、売り物をする人とか、自転車に乗る人とか、今のところ30分ぐらいになりますけど、誰も何も聞いても来ませんっていうやつですね。まあ500ドルで買ったんですけど、まあ、490ドル。もう7ヶ月ぐらいになりますかね。まあでも実際に乗ってるのは1ヶ月ぐらいで。まあ売れたらいいなみたいなやつですね。まあ希望は390ドル、まあ400ドル近くだったんですけど、まあわからないんですけど売れるかどうかっていうところです。まあこんな感じですね。周りも結構人がいますね。めっちゃ可愛い男の子がいます。Thank you for watching です。さすがです。